師匠、はい、パトロールのご報告をさせてください。どうぞ。お願いします。ドーン。要するに、はい、石川由美様に、うん、応援してます、頑張ってくださいって声をかけたら、うん、無責任な応援なんかするな、てめえも一緒に戦え、私に謝罪しろと突っぱねられました。フェミニストかわいい、愛いろいろやばいなと。ああ別にこの人が言ったわけじゃなくて、 JCP ジェンダー平等委員会っていうアカウントが応援してますとリプライを飛ばしたら、なんか文句言われたと。なんか文句言われたと。応援しても文句言われねえて。なんで？知らない。クロワッサンの食いすぎなんちゃう？怖い怖い。なんじゃそりゃ。応援もダメなんですか？応援したらてめえもやれって言われん、てめえがやれって言われんで、まあ、てめえがやれって言ったわけじゃないやろうけどな、別に。てめえがやれはこの人のなんか意訳やと思うけど。怖い。もうなんとも言えへんな。じゃあ何したらいいんですかね。一緒にやればいいのか。本買えばいいんちゃう。あーなるほど。本買って星5をつけたらいいんちゃう。レイヤーなるほどね。星1なんて許されへんで。星1つけるんやったら、たとえお金出して本買ってアマゾンでちゃんと買っても、うん、こいつ呼ばわりされますからね。師匠俺みたいにね。師匠根に持ってます。当たり前、俺は根に持つやつやよね。当たり前やけど、そのなんでか俺が金1500円以上出して少なからずそれに1割ぐらいいったとして150円いくんか、印税でさ。でしかも俺の金が、俺が汗水を垂らして働いた金の一部がやお石川様の元に行ってんのに、こいつら呼ばりされねえで、こいつ呼ばりしやがってんで。しかも紙で買ったのにでしょ。ちゃんと紙の本で、めんどくさいに紙の本にちゃんと読んでんのにさ。こいつ呼ばわり、ちょっと、ま、半分当たってたのにさ、うん、ちょっと間違っただけでこいつらは間違ってるみたいに言われてさ、何それで頑張ってくださいって言われたら切れんねて。狂犬やんけ、狂犬。岐阜の狂犬やんけ。多治見の狂犬やんけ。石川様よ、やばすぎやろ。でクロワッサン毎日食べてんねて、うん、ほんでブクブク太っていってるって。でそれで別に誰か、別に誰が言ってるわけでもないやろうに、別に私が太ったっていいじゃないみたいな。なんやねんこいつ、意外にせえよほんまに。などうしたいんやこいつは。ほんまにどうなったらええねんほんまに。っていう感じで、何かがおかしい石川様でした。以上です。はーい。で終わろうと思ったんやけどさ、はい、石川さんのことばっかりやってるよな。なんだかんだ言って、うん、なんでや。いやそれがですよ師匠、うん、あのパトロールしてるじゃないですか。まあ、弟子がいつもパトロールしてるわな、うん、ああそしたらですね、石川様以外ですね、うん、あんまり更新しないんですよ。まあ、夏後半に至ってはな、下手に更新したら何言われるか分からへんし、うん、増田顔にしても、うん、ピターッとだんまり決め込んでした、うん、で、菱山さんもさ、うん、まあ、あんまりやもんな。あの、してることはしてるんですけど、なんて言うんですか、うん、この日この活動しますとかが多い。ほんまに告知的なことしかせへん。そうそうそう。石川さんだけやで、毎日毎日どうでもいいことな。クロワッサン毎日食べてるだろうな、ほんま、まあね、その割に炭水化物食わせろだろうな。なんかネタの宝庫。まあなんだかんだ言ってな、うん、おもろいけどな。面白いです。だってさ、1日の更新が1個じゃないんですよ。1個とか2個とか、もう片手じゃ足りないし、両手でも足りない。もう依存やんけ、完全に。依存です、依存。 SNS 依存やん完全に。だからこそな、垂れ流してくれって面白いんだけどな。いやそうなんですけどね。ほんまなんか生々しいことまで垂れ流してくるやん。でもそれはちょっと嫌なんですけどね。
もううんざりするよな、うん、でもそのうんざりするところが俺らのなんかなんちゅうのネタになるっていうかさ、うん、皆さんもそうやと思うけど、うん、ぶっちゃけそんな石川様ばっかり取り上げたくもないねんけど、うん、ネタ提供数が多すぎて、はい、ついついしかもなんかもう見るたんびにもうげっそりしてもらってもうげっそり感を皆さんに皆さんと共有したいという思いでついつい取り上げてしまうのよね、うん、はい、ぶっちゃけそんな再生も伸びてこうへんようになったし飽きられてっかなとは思いつつネタ提供数がやばすぎるから、うん、これからも取り上げていくと思います。以上です。はい。